メロガッパ。私が私のことを愛して何が悪いの？チートでしょうか？痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、ララララ大好きなお化粧で、ララララ、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう、日傘持ってぼっちだって幸せだもん。あなたはあなたのことだけど嘘、私に干渉しないでください。類は友を呼ぶというけど届きませんね、その陰口。重いやつザポベーツ、崩せない前髪くしれといて、お出かけしよう、軽い女ふざけんな、重すぎるつーの。可愛くてごめん、この時代生きてごめん、oh、 目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん、oh、 可愛くてごめん、いちゃうでしょザマー。趣味の違い、変わり者とバカにされても曲げたくない、怖くもない、あんたらごとき。自分の味方は自分でありたい、一番大切にしてあげたい、理不尽な我慢はさせたくない、それが来てごめん。生まれてきちゃってごめん。あざとくてごめん。人生楽しんでごめん。可愛くてごめん。努力しちゃっててごめん。尊くてごめん。女子力高くてごめん。部活いちゃうよねざま。じゃあやるか。はい。なんだいそれは。え、鼻うがい。鼻うがいやるか。うん。いい？え、今から。今から今から。ああ、あんたが？いや、誰かはちょっとわかんない。ああ。ど、え？え？俺これ苦手なんだよね。みんな、見ててくれ。俺は今からみんなのために鼻うがいをする。いや待て待て。ああ。皆さんこんにちは、メロンパです。森です。スゴです。終わってから撮影すすごい。でもスースーするよ。するでしょ、ね、スースーする。スースーするでしょ、ね、スースーするな。まもなく、はい、チャンネル登録60万人いくんじゃないかということで、60万人記念で YouTube 生配信なんか歌うやつやろうかなというのを前回お話したんですけども、はい、せっかくやるんだったらどんな感じがいいかなっていうのをコメント欄で書いてくださいと言いました、はい、たくさんそれもコメントいただきました。本当にありがとうございます。特に多かった、一番多かった声が、はい、頼むから普通にやってくれっていう、あの
これが一番多かったですね。普通って何ですか？みんなで思い思いの、こんなのいいんじゃないですか、こんなの歌ってほしいですって言ってくれるの。で、必ず、ただし普通にやってくださいねとか、あの、一曲を歌い続けるとかでなく、とか、必ずその、正し書きがないと、こいつらは変なことしてしまうからっつって、一生懸命ブレーキをかけようとしてくれるわけ。普通の定義って人それぞれだ。そうなんだよ。だからその言葉は意味ないんだよ。意味ないよ。まあ、心配してくれてるってことですか。誰も僕たちを止められないんだよ。怖いのよ。はい、そんな中でもね、このアイデアいいんじゃないかなってやつを紹介します。はい、キャンプに行って焚き火の前でギター一本で弾き語り&これからの夢を語り合う生配信お願いします。煙臭くなっちゃうな。そんな理由で？そんな理由でこれ却下すんの？結構悪くない、なんか素敵なことじゃないですか。キャンプはしたいですね。もう焚き火メラメラみたいなさ、こういう仕事にしてさ、なあ森みたいな。なあ森、お前の夢ってなんだ？パン屋さん。じゃあなんでこんなことしてんだお前。早く修行しろお前。というのもまあなかなかオツなんじゃないかなと思うんですけどね。なあ佐久間、なんだよ、かしこまっちまってよ。読んだだけ。はい、続きましてこんな提案もあります。生放送で叩いてかぶってじゃんけんポン本気対決お願いします。じゃあまず金槌と金槌、そんな感じでね、はい、いろいろいいアイデア来てますよ。あのね、この他にもめちゃめちゃいいのいっぱい来てるんですよ、うん、で良すぎてちょっと取っといてるやつもあるんで。あ、これガチ検討の中に入ってるやつもあるんで、ぶっちゃけね、ぶっちゃけるとそうよ。今の検討しないよ。うん、しないよ。今のはおもろいと思って言ってるだけだよ。でもすげえおもろかった、ありがとな。ということで、はい、ちょっと考えつつも、うん、まだまだちょっとアイデア募集しようかなと思ってるんで、はい、こういう感じで歌ったら面白いんじゃないとか、うん、もうでもシンプルにこういうのが見たいですと全然何でもいいんで、はい、ぜひアイデアコメント欄に書いてみてください。よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。裏側ではメロガッパの裏側の部分を覗き見できる公式ファンクラブアプリです。おーっとー、森と佐久間のここでしか見られない姿がいっぱい。他にも超限定のコンテンツが盛りだくさん。メロガッパ公式ファンクラブアプリ裏ガッパ。